はい、というわけでお願いします。やった、 iPad 映ったということで、今引き続きこっちにも移行しました。はい、よろしくお願いします。今日はね、ちょっとね、別のゲームで好きなキャラがね、久々に来て、ちょっと今イベランちょっとね、さすがにこうがっつり走れてはいないんですけど、ちょっといろいろと走れたいなと思ってて、ちょっとこの後も配信しようかと思ってるので、ちょっとね、今日の動画はちょっとかなり適当になるんですけど、ご了承ください。はい、ちょっと急いでねやっていこうかなと思うんですけども、今日はまあちょっとした雑談動画をお届けしようかなというところでございまして、どれなんでしょうかどの辺かな、ちょっと残ってないかな、もう今日が30日で、明日が31日じゃないですか。で、基本的に、ガチャ更新、新キャラのガチャ更新って31日か30日、月末に来るんですよ。なので、本来であれば、今日かな。今日、シルエット公開がされる予定なんですけども、それが来なかったと。はい。つまりはですね、今回、31日でね、ガチャ切り替えがね、よいしょ、あると思うんですけども、ガチャ切り替えというか、このノアかな。ノアのガチャが、よいしょ。明日の31日の16時までなんで、まあ、このタイミングでノアがいなくなって新キャラが登場するという流れがいつも通りなんですけども、まあ、それがないということは来ないということですね。はい。だと思いますね。まあ理由としては、まあ分かったんですよ。まあ理由としては、まあちょっとこの僕今ちょこちょこ探してるあれなんですけど、水着ガチャがね、水着ガチャが、今ね、ルカが来てますけども、来週かな？来週。次の週かな、だから、8月の7日ぐらいですかに、最後のシャルが登場するということなので、まあ、そこですね、そこが来るからこそ、もう、一旦はないのかなというところだと思いますね。まあ、この予告してるんで、もう水着ガチャ3つ来ますという話はしてるので、それで来ないということだと僕は思ってるんですけども、ただね、僕が言いたかったのは、ああ、残念。いや、残念だなという一言。それが言いたかった。まあまあまあ、しゃあないよ。まあしゃあないんですけど、これって何あ、これ、用意したけど、結局、やらんかったやつ。まだあるんか、まだ残ってるんか、ちょっとやろうと思って、まだやれたんですけど。画像残ってないんか。ないんか。なんかその、いつ登場するかみたいな、がね、画像があったと思うんですけども、あ、ないか。朝ここね、置いてないのか。まあ、ならいいか。はい。なのでね。まあまあね。まあ、正直、ほんまに新キャラ。僕、毎回言ってるけど、とにかくルーシュが来てほしかったと。っていうところで、まあ、今月またね、月1回のルーシュ来るかチャレンジがね、今回も失敗だったというところで。まあ、わからないけどね。さらっと来るかもしれない。まあ、さすがにでも、毎月1回っていう感じで、今回はもう来ないというところなのでね。まあ、ちょっと、それはちょっと残念だな。まあ、結構、残念だなという話です。まあ、ただ、ポジティブに行くと、まあ、コラボの時と違って、まあ、コラボの時はマジでこう、ほんまに一月同じ気がして来なかった。ではなく、まあ、一応水着なんで、やっぱそれはいいよね。まあ、コラボ衣装、コラボ着てるオスクルとかね、シャルは良かったんですけども、それ以上に、まあ、水着というところは特別感があると思うのでね。ね、という意味では、まあ、嬉しいですし、まあ、今回のそれこそシャルとかはね、僕はゲットしたいんで、はい。まあ、もう交換する気満々なんで、まあ、それは嬉しいかなと。それも、できいいのでね、今回のこの水木さんに、全員ね、すごく、あ、いいな、いい絵柄だなと思ってるので、そういう意味では当たりイラストが多いので、イラスト当たりモデリングかながあるので、まあ、そういう意味ではポジティブに考えたら嬉しいんですけども、まあ、ちょっと新キャラ、まあ、僕はやっぱ新キャラ登場、このゲームで一番楽しい要素は、ゴルフをすることでもなく、なんだ、キャッシュトーナメントやることではなく、ワンショットコンテスト、インパクトチャレンジやることではなく、クラブを集めることではなく、毎月1回の新キャラ登場でルーシェが来るかどうかっていう楽しみが一番僕はワクワクしてるので、まあ、それがなかったっていうのは悔しい気持ちはあるんですけども、まあまあまあいいかなという感じです。あ、ちなみに一応、ここまでやりました。ここまで。だから、ちょっと、ね、順調に上がって、二日前までダイヤモンドいかんぐらいだったんですけど、順調にね、なんかめっちゃ連勝して、結構いい感じで、意外とまたいつも通りのところまで行きましたね。はい。まだ低いんですけど、まあ、あとはちょっとね、このゴールドパスがあとちょっとかな。あと20なんで、まあちょっとね、この後、時間があるときにね、まあ、やっておいて、まあ今日のミッション分があるんで、これでまあまあ、突破できるかなってところで、やっととりあえず、ゴールドパス100いって。で、まあ、
ツアーもね、とりあえず大門を突破できたので、まあ今月のノルマは僕が達成したので、まあまったりとやっていこうかなと思う反面、新キャラが登場しないのはちょっと悔しいなという話でした。はい。まあとりあえず僕はね、今ちょっとテンション高いのは iPad が映ったことです。はい。よかったです。バイバイ。